こんにちは。本日は STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編ツール動作確認編のプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。本プレゼンテーションでは実習で使用するツールの動作確認を皆様と一緒に進めていきます。なお、本実習を進める際、 事前に実習で使用する開発ツールのインストールが必要になります。本プレゼンテーションでは皆様の事前準備が完了していることを前提に進めていきますのでご了承ください。それでは早速ツールの動作確認を進めていきたいと思います。ここで本実習のプログラム構成について説明いたします。 本実習は全部で8つのパートに分かれております。1つ目の AI 解説と2つ目のツール解説は座学の内容になります。3つ目のツール動作確認、4つ目のデータ収集・学習、5つ目のニューラルネットワーク実装は実機を用いたハンズオンの実習となります。6つ目の設計のヒントと、 7つ目の Python スクリプトは再び座学となります。本実習にて使用する統合開発環境が IAR 社の EWARM になりますが EWARM の代わりに弊社の STM32Cube IDE をご使用になる場合に8つ目のパートの STM32Cube IDE もご覧いただく必要があります。こちらも実習形式となります。 以上が STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編のプログラム構成になります。本プレゼンテーションは3つ目のツール動作確認のパートとなります。ツールの動作確認はあらかじめ用意されている組み込み AI のサンプルプログラムを動かすことで ツールが正常に動作するかどうかを確認したいと思います。ここではセンサーを使用した組み込み AI ソフトウェアパッケージ FPAI センシング1の中の人の活動認識のサンプルプログラムを使用します。こちらのサンプルはスマートフォンと連動しますので、スマートフォン側には STBLE センサーの アプリがインストールされていることが必要になります。手順としましては、サンプルプログラムを開いて、統合開発環境でビルドします。その後、ターゲットのハードウェアにビルド済みのコードをダウンロードして、実機上で動作させます。合わせて、スマートフォンアプリを起動して、Bluetooth 経由で送られてきたデータから、アプリケーション上で 人の活動を認識するという手順になります。では最初にボードを開封します。ボックスからボードを取り出しましたら、2つある USB コネクタのうち、USB ST Link と書いてあるコネクタ CN7 に USB ケーブルを接続します。 次に USB ケーブルのもう一方を PC に接続します。接続しますと、ケーブルを接続した USB コネクターの横にある LED が点滅します。しばらくすると LED の点滅が点灯に変わります。点灯に変わりますと、 PC 側でオンボードのデバッカーのドライバーが正しく認識されたことになります。PC 側には、ドライバーのインストール完了のメッセージが表示されます。もしデバッカーのドライバーがインストールされていない場合、統合開発環境の EWARM のインストールフォルダーにドライバーがありますので、こちらを実行してください。 stlink.winusb.install.bat というファイルが該当ファイルになります。デバッカーのドライバーが正しくインストールされていることを確認するためにデバイスマネージャーを開きます。デバイスマネージャーの中からポーツ .com&lpt を選択し stmicroelectronics stlink バーチャルコムポートと表示されていることをご確認ください。また、ユニバーサルシリアルバスデバイセズを選択し、ST l n k d デバッグと表示されていることをご確認ください。もし表示されない場合、ドライバーのインストール、PC の USB ポートを変更、USB ケーブルを変更、 ボードの USB コネクタが正しいことの確認。PC のセキュリティソフトの無効化をお試しください。次に、事前にダウンロードした FPAI Sensing 1のフォルダから、ブートローダーおよびファームウェアをダウンロードするためのバッチファイルを開きます。該当ファイルは、 stm32cube function pack のフォルダーの中のプロジェクツ bl475e iot01a applications sensing1 ewarm の順番にフォルダーを開いてください。ewarm フォルダーの中に cleansensing1.bat というバッチファイルがありますので、こちらをダブルクリックしてください。 こちらのファイルは、ブートローダ r のダウンロードとファームウェアのインストールを実行します。次に、プロジェクトファイルを開きます。EWARM フォルダー内に、sensing1.eww というファイルがあります。こちらが EWARM 用のプロジェクトファイルになります。 こちらをダブルクリックして EWARM を起動します。ただし、複数の EWARM のバージョンがインストールされている場合、ファイルをダブルクリックで開きますと、最後にインストールされたバージョンの EWARM が起動します。バージョン指定で EWARM を起動する場合は、Windows のスタートメニューから起動する必要がありますのでご注意ください。 EWRM が起動しますと、このような画面になります。左側に選択されたプロジェクトのフォルダーツリーが表示されます。ここで、左側のワークスペースより、センシング1、ユーザーの順にフォルダーを展開し、その中から m a i n .c を開きます。 エディター上に行番号を表示させるオプションの設定を行います。EWARM のツールメニューよりオプションを開きます。左側のリストよりエディターを選択し、行番号の表示にチェックを入れて OK を選択します。エディターに行番号が表示されていることをご確認ください。次に、 メイン .c の修正を行います。メイン .c の1847行目に initBlueNRGStack という関数があります。この関数内の2箇所を修正していただきます。1つ目の修正は、ボードネーム8という配列の定義の箇所です。こちらに、 2位の A 数字7文字を定義します。こちらは実際にスマートフォンと Bluetooth 通信をした際にデバイス名として表示される文字になります。2つ目の修正はボードネームにノードネームの配列を入れる箇所になります。元々のコードはボードネーム i= ノードネーム i プラス1となっていますが、修正後はノードネーム i プラス1イコールボードネーム i になっており、配列が入れ替わっていることにご注意ください。メイン .c の修正が終わりましたら、次にライブラリの設定を行います。プロジェクトメニューから、 オプションを選びます。その中から、一般オプション、ライブラリー設定を選んでいただき、CMSIS の欄に CMSIS を使用するというチェックボックスがありますので、こちらにチェックを入れて OK を選択します。最後にビルドを実行します。プロジェクトメニューよりすべてを再ビルドを選んでください。 次に今ビルドして生成されたコードをターゲットマイコンにダウンロードしてデバッカーを起動します。プロジェクトメニューよりダウンロードしてデバッグを選んでください。プログラムがダウンロードされてデバッカーが起動しますとこのような画面になります。左側にプロジェクトツリー、真ん中にコード、 右側に逆アセンブルコードが表示されます。また、画面上側にデバッグ用のツールバーが表示されます。では、ここでプログラムを実行してみましょう。白い丸のアイコンをクリックしてください。この時点でボード上のプログラムが動作している状態になりますので、 今度は対抗のスマートフォンのアプリを起動します。事前にインストールしました STBLE センサーのアプリを起動します。起動しましたら Connect to a Device のアイコンをタップして接続を開始します。デバイスリストにデバイスが表示されましたら、その中から先ほど Main.c にて指定した7文字のデバイスをタップします。 しばらく接続中のアイコンが表示されます。接続が完了しますと、下側にアイコンがいくつか表示されますので、その中からアクティビティレコギニションを選択します。そうしますと、人の行動を示すアイコンが5つ表示された画面に切り替わります。停止、歩行、走行、自転車、 車の5つの行動がありますが最初は停止の状態になっていると思いますボードを動かしますと歩行や走行などに状態表示が変化することをご確認くださいここまで確認ができましたら実習に必要なツールの動作確認は完了となります 以上で本プレゼンテーションを終わります。プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。